このままじゃ国へも帰れん。どっかで戦があるの待とうというの。せめて家来の二三人も引き連れて村の奴らを見返ってやりたいのだ。竹蔵身寄りの者か。当時を本陣として宣言いたす。村全体が攻めを追わねばならんぞ。たとえ一人でも二人でもきっと戦わねば。戦で手柄を立てれば名が上がる。なんか俺のこと悪道だのなんだろうと村のやつら見返ってやるな。待てよ、もしどうぞ帰ってくるまで俺を待ってて。どこでも行けんじゃないけど、竹蔵さんに誘われたんですよ。もしダメや言ったら。この度ご縁の候養子にもらい受け候の間かようにお届けしてもらえます。おじゃはちのバカ、お前にやったくないようなら、そして俺の一生を台無しにすることはいい女だ。まだいつまでも。それが亭主に言う言葉か。まだ当てないで遅れてたらいけない。ここへ何しに来たんだ。主を捕まえに来たんだ。お願いです、竹蔵さん下ろしてあげて。何を言うんだい、何でならん。この通りです、あの人助けて。あのままでは死んでしまいます。どうしたの。神の名で早く逃げましょう。人に見つかったら私も新たな命があります。